こんばんは、のびさ娘です。今回ですね、月末恒例の新ガチャですね、工場キャラが2体追加されましたので、性能を紹介していきたいと思います。普段ですね、このチャンネルでは、性能紹介はじめですね、レイドやアルティメットバトルの攻略動画も出させていただいておりますんで、ね、よろしければね、チャンネル登録の方をお願いいたします。それではね、紹介していきたいと思います。で、今回ね、追加されたのはこちらの2体ですね。バトルのサンドリオンとアシストのね、ハマズラですね。で、ざっくり初感なんですけども、まあ今回ね、ガチャはぶっちゃけ引かなくていいと思ってます。っていうのも、まあ4月からですね、まあフェス始まるし、まあ両方ですね、まあ向上っていうところもありつつの、まあ性能もね、ぶっちゃけ、そんな別に持ってなくてもいいかなっていうようなね、そんなレベルなんで、うん。まあなんか引かなくていいよっていうところで、まあ性能まあ別にいいやっていう人はね、まあここでね、全然ブラウズバックしていただいて構いません。まあ一応ですね、まあ内容ですね、確認した上で、ああ、そういうことねっていうのを、しっかりね、確認してね、見たいっていう方はこれからね、紹介していきますんで、ね、最後までね、見ていただけると嬉しいです。それではね、行きましょう。で、まずですね、サンドリオンからですね、夢の舞踏会サンドリオンですね、黄色属性のバトルキャラになっております。攻撃タイプは物理攻撃タイプで、攻撃方向はですね、右一方向となっております。ステータスね、見ていきましょう。HP ね、21162ですね。高いですね。そして、気温が3557。まあ、結構、PVP とかでもなんか、ね、まあ、HP 高いし、で、気温高いん、ね、で、まあ、必殺打つような感じだと使いやすいかなっていうとこかな。うん。で、ステータスがですね、物理寄りで、仏鋼が13947。そして、仏棒が1830ということで、結構抑えられ気味かなとね、サポート寄りなんかなっていうところが、まあ、ここを見て取れますかね。うん。まあ、最近ね、1万5000とか1万4000後半とかかな、アタッカーで言うとね。で、これ、黄色の上位属性でもないんで、なんか、ちょっと微妙、抑えられ気味ですね。はい。そして、スキル見ていきましょう。魅惑のダンス技術ですね。自身にダメージ2回分のガードとブックアップ中を2ターン付与し、紫系と黄色属性の敵全体に攻撃方向マイナス2と移動不能を1ターン付与するということで、まあこれ PVP の性能ですかね。うん。まあこれにさ、タゲ集中とかつけて、ね、アクセラさんとかかな。アシストのなんだっけ。ミリアサコラボのアクセラさんとかなんかつけてみるといいかもしれないですね。で、まあ、ガードだもんな。うん。反射とかつくとまた面白いかもね。ガードとブッコアップ中。うん。バフ漏れるんで、自バフ漏れるんで、反射とかも面白いかもしれないですね。まあ、ただ、ガードつける意味がなくなるんで、不屈とかの方がまだいいかな。うん。タゲ集とかね。いや、タゲ集中かな。うん、つける方がいいかなと思いますね。で、まあこれ、攻撃方向減らした移動不能をつけるのが、まあぶっちゃけ、その紫系とね、黄色系属性っていうところで、クラスバトルぐらいしかまあ使えないかなとか、あとはまあ決戦とかでね、まあ見えたら使うかぐらいかな。うん。なんでこれ噛み合うのってやっぱクラスバトルかなっていうところですかね。なんでまあ、ぶっちゃけいらないっすね。そしてね、必殺図ね、見ていきましょう。ガラスの靴の試練ですね。正面と右の敵に移動不能とクリティカル回避率ダウン中を一旦付与し、魔術サイドに対して、威力が上昇する特大力の物理攻撃をして、自身多義集中と仏棒アップ、ダイですね。二旦付与するということで。まあ必殺で、多義集中使う感じで、まあ PVP とかかな。ただまあ右一方向があれなんですけど、必殺技だけまあ正面もつくっていうことでね。まあ2方向。うん。いやー、にしてもかな。にしてもかな。まあ、ほんとクラスバトルで使うか使わんかぐらいですかね。うん。なんかね、戦線とかでもね、まあ2キルとかだったら、ね、攻撃方向減らしたりとかさ、移動不能をつけれるんで、まあ、2キルのね、パーツとかで使えるかもしんないですけど、まあ、必殺もそこまで強くないもんね。魔術対し威力が上がるって書いてありますけど、まあ、狼メイドネーチンとかね、まあ、ニャンニャンとかの方が、まあ、出るでしょうっていうところですかね。
そして潜在見ていきましょう。ブッコ工場中と、右方向攻撃強化と、HP 工場ですね。まあ攻撃寄りのね、潜在もらっております。はい、続いてですね、ディパーチャー浜面仕上げですね。なんかディパーチャーって聞くとね、なんかあのグローブっていうねアーティストの曲思い浮かべるんですけどね。まあ懐かしいですね。あれ冬曲なんで、もう今春ですね。ちょっと違うかなはいね、ステータスね、見ていきましょう。HP が1万6000ですね。高いね。そして、器用が2307。控えめ。そして、仏棒が11000。37。537ですね。で、仏棒が9200というところで、まあ、物理寄りですね。で、スキル見ていきましょう。無力化工作ですね。ペアのキャラを含む味方がダメージを受けたとき、その敵に移動不能にターン付与し、敵全体に仏甲ダウン症と仏棒ダウン症を3ターン付与する2回のみということで、まあ非常に微妙な感じですね。これさ、火ダメ受けた時に、ああでもこれあれか、自分じゃなくていいのか。ああなるほど。なんかさ、昔さ、あのウィズとかでさ、仏棒デバフと確か移動不能なんかつけれるやつがあって、なんかレイドの時1回使ったことあるんですけど、ねえ、なんかそんな感じかな。レイドでワンチャン使えねえかな、こう仏棒ダウン症3ターンとかね、落とす時とかで移動不能つけて、あのちゃんとブレイク変なとこ寄らないようにするとかね。いやでも関係ないか、落とすだけだなこれ。まあ火ダメ受けした時にデバフ入れられるのはなんかすごく強いから、これ PVP でも使いやすいし、ワンチャンレイドで使えねえかな。さすがにね、戦線とかになると、まあ1キルが主流なんで、まあ微妙かなっていうところはあるんですけど、レイドとかワンチャン持っときたい気もするけどな。ただやっぱこう敵全体とか味方を含むっていうところで言うと、やっぱ PVP の方がね、そう属性関係なく、ね、相手に当てれるんで、まあ結構いいのかなと。まあただあれだね、この敵全体デバフって言っても微妙だよねだから何って感じだもんね。オーバーキル気味なんで、別に攻撃下げたってデバフ入れたってそんな大した差にはならんので、まあどっちかというとあれだよね、その自分が殴られなくても移動不能つけられるよっていう、ここにまあ焦点当てて、まあ使うか使わないか判断してもらえればいいかなと思いますね。でさ、これもさ、だってあのレイドとかでもさ、あの敵の攻撃が痛いとかで耐えないといけない時とかはさ、こういうの使えるけど、デバフだけでよかったら別にハマズラ使わなくてもいいもんね。っていうところからも見て、やっぱりいらないかなって個人的にはね思いますね。はい。で、潜在見ていきましょう。 HP 向上中と仏棒向上ですね。はい。今回ね、紹介こちらで以上となりますが、皆様ね、いかがでしたでしょうか。まあ、まとめていくと、まあ、両方、まあ、どっちかというと、まあ、PVP 寄りな性能かなっていうところで、まあ、どちらかというと、まだサンドリオの方が使えるかなっていうところですかね。はい。で、まあ、ぶっちゃけ、そのね、4月フェス来ると思いますんでね、1日からね。なんで、ここでまあ、無理して石使う必要ないかなと思っておりますんで、ね。ご利用は計画的に。ただね、サンドリオめっちゃ可愛いよね。それはわかる。なんかガラスの靴のなんかシンデレラかなんかね、なんかイメージしてるかわかんないですけど。このね、バトルはね、可愛い。とかまあ、キャラコンプしてる人とかはまあ、引くしかないのかなと思いますね。でさ、これ、優勝ガチャもさ、その、両方、どっちか確定じゃなくて、これ対象ピックアップ、ホッサンのピックアップキャラ1体確定。あ、確定なんかこれ。ちょっと待ってね。対象キャラ1体確定。あ、これ。あ、そうなの？どっちか引けるのこれ。ああ！ごめんなさい。これ両方、あれかと思った。ただピックアップだと思ってましたけど。一応優勝でどっちか取れるんで、まあ、優勝ぐらいね、引いてもいいかなと、個人的にはね、思いますね。まあ、サンドリオン可愛いんで。ワンチャン狙ってみますかね。はい。まあ、ただまあ、こう、石にね、まあ、全くこう、余裕がないとか、そんな、
そんな趣味のために使ってらんねえっていう人は全然ここスルーしてもね大丈夫だと思いますんでね、まあ自己判断でよろしくお願いいたしますというところでね、今回ね動画以上にしたいと思います。この動画がね参考になりましたら高評価チャンネル登録でこの番組ね応援していただけると嬉しいです。それではねまた次の動画でお会いしましょう。ご視聴いただきありがとうございました。